それではこのまま続けてベスト8を行かせていただきます。ベスト8第1試合、ティータング VS 未明ステージへお願いします。いい。DJ の時、この試合のビートをお願いします。いい、最初はグーじゃんけんほい、ここでいい。ベスト8第1試合いきましょう。先攻、未明高校ティータング8小節かける3段レディーファイト。目の前の相手に集中し、勝利はいただくズーズーし、未明 VS ティータン始めようか、凱旋の風物詩。久々っすねパイセン、あの頃から上手くなった、スキルに達してくプラスアルファ、氷じゃなくあんた濡らすマフラー。 Yeah 濡らさないお前と風物詩なんて勘弁勘弁、わかっちゃねえ未明、いつも同じで残念残念。 I リングは硬いのにむしろつまんない、これじゃしょえないこいつは関西、やっぱ未明は口ほどじゃない、きっしょい前髪首ごと伐採。初戦からマジで見た目の話ばっかつまんないよ、中身ディスった後は次は見た目、勝利の女神口神酒いただきます。へえ、あんたと俺はみんな求めてるからさ、俺たち二人のバースで元取るどころか釣りはいらねえよ。しゃしゃしゃ勝利の女神、ダサすぎて言葉も出ない、わわテンプレの罠にはまらねえ、お前選手権上がりファクオフ。いえ、わかるかなこの言葉と音、いえいえ、乗せなビートリズム、それもできなきゃレリシズム乗せ上げるとね、ディスク。いや、早いだけのピストンやったってつまらない、あんたも進化したか、選手権上がり、出れねえやつの言い訳聞きたくないって。へえ、あんたそうやってディスる、ターゲットならお前だ、止まれないブレーキ壊れた、ザブザ超えた俺今はホカゲじゃん。出れないんじゃなくて出ないの分かります、この意味湧いてんじゃねえよ、楽屋でユーマにビビってるようなやつが俺に勝てるわけがねえよ。よく来れた鶏の足で、こんなチキンちゃん見たことないね、濡らす枕氷枕全てを溶かすよフロムカマク。終了。それでは判定にさせていただきます。先攻未明高校ティータング、勝者ティータング。未明ぜひ話してください。ありがとうございました。